社表神、または表神は20世紀中国の女流作家。文学革命の初期から小説、詩、三文、児童文学など様々な分野の作品を書いており、その作品は日本でも戦前から翻訳されている。平易な口語で書かれた美しい文章に定評がある。社会運動家のクレアオは次女。本名は社縁 A で、表神は王将霊の詩の文句。 一辺表神在玉子に由来するペンネームである。中国では、正の、社をつけずに呼ぶのが普通であるが、日本では、社をつけることが多い。なお、表は、氷の遺体字であるが、社表神の場合は日本においても普通、表の字を使う。従軍日記で知られる、女流作家の社表へと名前が似ているが、関係はない。社表神の父は、新朝の軍人であり、 父の任務に従って一家かしばしば引っ越した。社表心は復讐不幸関係で生まれたが、生まれた年のうちに上海へ4歳の時に遠大へ引っ越している。侵害革命で一旦復讐に戻るが、1913年に再び北京に移った。社表心の家はキリスト教徒であり、1918年に 北京にあったキリスト教系の河北共和女子大学の余下に入学した。在学中に文学革命の影響を受けて文学活動を始めた。小説、両化過程で初めて表紙のペンネームを使用している。1921年に傍順、テーブリタクラの文学研究会に参加し、その機関誌である小説月報上に作品を発表した。 1920年代の詩集、せ性、春水は特に反響が高く多くの模倣者を生んだ。1923年に遠京大学を卒業し、アメリカ合衆国のウェルズリー大学に留学してイギリス文学を研究した。留学中に子供向けのコラムに書いた新聞記事を集めたものが宿り気象読者として出版された。年に帰国し、 炎郷大学、北平女子分離学院、及び、聖華大学の国文系で教えた。留学中に知り合った、社会学者で、炎郷大学教授の暮れ文僧と1929年に、結婚した。1931年に、長男の暮れ平。1935年に、長女の暮れ表。1937年に、次女のレア青が生まれた。 1930年代初めには、早くも、表神全集と題した本が、北新書局から出版された。1931年の、ふんは二人の生まれたばかりの子供の運命を対比した、珍しく社会問題を扱った作品であった。ボージュンは1934年に、長文の表神論を書き、写表神の理想主義が、現実の汚い部分から目を背けていると批判しつつ、 フンは以前の作品と異なると高く評価した。日中戦争が始まると子供と共に奥地を点々とした。この時代の作品に看護女人がある。戦後、夫のクレブン僧が中華民国中日軍事代表団政治組長及び国際連合対日委員会の中国代表顧問になったため、1946年から一家で日本に滞在した。この 謝表心は、倉石武志郎の尽力によって、東京大学の非常勤講師として教えている。中華人民共和国成立後の1951年に帰国した。日本での体験をもとに後に書いた3文に、大加んがある。その後も中国代表団の一員として、世界各地を訪れた。日本は、合計5回訪問している。夫のクレイ文僧と長男のクレダイラは、 反右派闘争で右派とみなされて批判された。文化大革命では、クレ文を社標心の両方が批判され、1969年の10月から牛小屋に入れられた。1970年には、湖北省みな、安市の57幹部学校に入れられたが、米中国交正常化すると、解放されて、外交文書の翻訳に携わった。没後に公開された。 松室や浦人は57幹部学校時代に書かれた手紙を集めたものである。1989年の64では民主を呼びかけた。1995年に海峡文芸出版社から卓上主編、表紙全集全八巻が出版されている。著者没後の1999年には旧巻にした審判が出版された。日本語訳は他にも戦前から、 中国文学集の類に数多く収められている。ありがとうございます。